二人とも頭いいんですね。いや別に私は普通だし、寮だよね。うん。え、私と同じ高校を選んだ理由、いやって受験合格したんです。寮は完全に一夜漬けた。そう、勉強頑張るとベースの弾き方忘れる。まさか寮先輩ってミステリアスで資料深くて頭の中で転がる音がする。この音新曲で使えるかな。やめて、私の意思を消します。人は愛が強すぎるとこうなっていくのか。